市役所を訪れたのは岩国市の幸次郎漁業協同組合と宇部工業高専それに JFE スチールの3社で2012年から地球温暖化などで減少した瀬戸内海の藻場の創出プロジェクトをスタートさせました鉄鋼製品で生まれるリサイクル資材を海底に埋設しおよそ10年で藻場の回復に有効なことが確認され 今回の受賞となりました3社は今後も藻場の再生に取り組んでいきたいとしています。